僕は飯野健二と言います。知ってる人いますか？知ってる人いないの？頑張ろうかな。作家の名前を出すというかっていうところが、まあ、一番強いのかなと思いますかね。まず個人のクリエイターの名前を前面に出すっていう文化を日本にもたらしたのは彼ですね。ゲームっていうもののものの見方を多分変えたし、なんかゲームがもっと自由であっていいんだっていうかね。少年少女たちとかが本当にサッカー選手に憧れるのと同じように、なんかその飯野さんに憧れてゲームに興味を持つし、ゲーム作りたいなと思うしみたいなところの、なんかそこの扉を広げたのは彼の功績が大きいなと思いますけどね。顔と名前と姿を出して、この俺がゲームクリエイターだというふうにね、宣言した初めての人材ですよね。最後の最後まで、あの時点で自分が亡くなるとは思ってなかっただろうけれど、とにかく人はクリエイターでなければならないっていうことと、クリエイターであるっていう自分にすっごくプライドを持っていたし、それに対してこう、なんか誇りというか、飯野健二はクリエイターですって。パナソニックに就職をして、ショールーム配属だったんですけれど、当時そのパナソニックが 3DO っていうゲームの機械を初めて出して、でその訴求をするしてショールームに人を呼ぶイベントの担当だったんです。割とまあ偉い人たち、販売会社の社長さんとか販売店の人とかが集まるソフトの勉強会っていうのがあって、でその勉強会に夫が説明をするために来てたっていうのが、私が初めて会った時です。最近どうですか、ゲーム以外の興味は？映画とか行ってますか？行ってますね、忙しいのに。本当？最近なんか行きました？一昨日もののけようやく見ました。もののけまだ混んでるでしょ？いや、結構ね、空いてましたね。これ今何回もチャレンジしたんですけど、混んでて入れなくて、バットマンとかね、どうでも間違って言ったんだよね。間違って。スピード2とかね。そう、スピード2も見てしまいました。あれは見た、フィフスエレメントは。まだ見てない。行かない方がいいよ。いや、もう来週ぐらいに行こうかな。来週、僕また映画にいっぱい行こうかなと思って。ああ、一緒に行きましょうか、一回ぐらい。いいっすよ。手とか握らないでよ。皆さんと、でもいっぱい来るんでしょ、バーっと。え？飯野さんだ、言うて。そんな怖い。マイケル・ジャクソンじゃないんだから。来ない。僕はその 3DO を作ってた時期がありまして、ちょっとマイナーなハードだったんですけど、プレイステーションが出る、セガサターンが出る前の。でそこで、ゲームを作ってた関係で、3DO 関係の人はちょっと注目をしてた中で、飯野さんが宇宙生物フロポン君を作ってて、で注目してたところで D の食徳があって、でその時僕まだ関西神戸にいまして、で出張で来た時に、なんか講義、飯野さんの講義にちょっと参加したんですよ。そこで終わってから挨拶に行ったら、飯野さんは僕のこと当然知ってて、スナッチャーとかもう僕の昔のゲームをやってたので、そこで最初ですね、お会いしたの。
何かのイベントで、同じパネラーとして出たのが初めての出会いですかね。なんかマルチメディア系だから、90年代の93、4、5年くらいじゃないかなと思うんですけどね。彼が多分 D の食卓を多分 3D か何かで出した後ぐらいじゃないですかね。賞を取って話題になっていて、 D の食卓が出た後ぐらいだったかな。 NME ゼロはまだ出てなかったような気もするけど、ちょっと忘れちゃいましたけど大阪の、テレビ局がそのゲームにまつわる番組をやりたいっていうことで、でメインキャストが、まあ、飯野さんで、そこに僕も、まあ、一緒にジョインして、架空のゲーム会社の社員みたいな女の子たちがいて、まあ、一応社長は飯野さんっていう体 で僕は横にサブでいるっていう、MC をやってたような番組であったのが最初ですかね。まあ、僕も彼もゲーム業界でゲームを作っていて、でも飯野さんもうめちゃめちゃメジャーなもうスターだったんですよね。で僕は彼の作品を遊んだりとかしてて、もちろん飯野さんのことも知っていて、である時、ゲームの雑誌の座談会みたいなのがあって、そこのゲストに僕が呼んでもらったんですね。その時の対談相手みたいなのが飯野さんで、その時に初めてその雑誌のイベントを介して、知り合って紹介してもらって、で楽屋が一緒だったんで楽屋でずっと話してたんですよ。当時タワーレコードってレコードがあって、それでその渋谷店なのかな、そこでもちろん日本中でキャンペーンやってたと思うんですけど、いろんな、まあ、僕俳優で飯野さんゲームクリエイターで、まあ、他の人だとミュージシャンと誰かとかっていうそのコラボレーションみたいな感じのポスターがなんかあったんですよね、タワーレコード でそれのやつに僕も誘ってもらって、それで飯野健二さんっていうそのゲームクリエイターの方と、まあ、一緒にポスターに写ってくれって言われて、それが最初の出会いでしたかね。普段ゲームをやらないんで、その飯野さんのことは存じてなかったんですけど、そこで初めて出会って、まあ体の大きい人だったんでそのすごいインパクトある方だなって最初思って、でもすごい気さくな方だったんですぐに打ち解けて、で撮影も楽しくやりましたけどね。ファーストインプレッションはもう雑誌で見ててもとかテレビとかにも出てたから見せて知ってたんですけど、何しろ初めて会ったらでけえなっていう、縦もでかいし横もでかくって、やっぱすごい威圧感というか、こうグーッとくるエネルギーとかパワーとかがあるんですよね。あまり僕はゲームをやらないので、なのでまあ人として知り合いで、なんだろう、ちょっと年下なのに生意気だったんで、おでん屋に呼び出してお前生意気なんじゃないかって言ったのを覚えてますけどでかい口を叩くし、ビジュアルも見た目も強烈だしね、しかも同世代で同じ時期に、ゲームクリエイターとして知られたということを踏まえて、まあ刺激的だったけども、その、親しくなる前はなんというか反発心もあったかなと思いますね。で、わあこの人面白いって思って、でもそれを見た瞬間に、なんか私この人と結婚するような気がするって思ってたのが初めて。初めましての人もいらっしゃいますので、初めまして飯野ゆかです。今日はどうもありがとうございます。3つあって候補は、うん、1つはで 4D コーポレーションっていう 4D、 うん、笑うことない。1つ目で笑うなんだ。そうだ、3つ、4つ目の D は D かな思うて。あ、違う違う違う、 4D っていうね、いうのと、うん、D を初めに考えてなかったからね、マップ君は、うんうん、あとは、EVO っていうね、 EVO、うん、エボリューションとかの進化するとかっていうセット語、うん、とワープってあって、うん、でどうしようかってワープになったのね、うん、何かっていうと、こう僕らやっぱ僕ら開発会社長かったじゃない、
で開発会社でいわゆるメーカーを通すんじゃなくて、うん、直接ユーザーに届けたいなと思ってたわけ、うん、あと当時規制がうるさかったわけよ、うん、血出しちゃいけない、今なんかまあちょっとよかったけどもさ、うん、まあもうすごかったわけ、規制が、まあ、緑のね、うん、ガメラのような、そういうのも規制も飛ばしてね、っていうか僕らがダイレクトにダイレクトユーザーなんだっていうね、うん、そういう概念、ドラえもんとかさ、ヤマトの説明によるとさ、ABC っていうね、そうそうそう、頂点を飛んでいくと、そうそうそう、A からね、C の星に行くときに B って星を取らなきゃいけない、だけども、うん、A と C って星をぐにゃって近づけちゃえば、うん、これがワープでめちゃくちゃな理論なんだけどさ、うん、ね、そうそう、だけども、僕も、ね、そう思って、そうだって、B、いわゆる B 地点ね、B にいっぱい役をしてくれるパンですよ、うん、そういうのをこうね、飛ばしちゃいたいなっていうのとワープと、あとワープってほら、曲がるっていう、うん、僕らはひねくれてるから、考え方が、全然曲がってるっていうね、うん、そういう意味でワープなんだ、あとワープレベルっていうのがあってね。うん、レベルで、うん、かっこいいなとかね、うん、そういうことかな、うん、私がちょうどいた時期っていうのが、ワープがちょうど21人の時、猪野さんを入れて、で私が20歳そこそこで、猪野さんが25、6歳で、ワープのメンバーはほとんど20代に散らばってたんですね。で平均年齢が多分25、6っていうところ、当時は少数精鋭クリエイター集団なんて呼ばれてたんですけど、あの猪野さんは会社じゃなくてワープはバンドだなんてよくおっしゃってて、本当にそうだなという感じ、あの会社員と社長という感じではなくて、フロントマンが飯野さんのバンドっていうのはすごくあのうまい例えだなというような、それぞれが独立しているクリエイターの集まりというところでした。毎回毎回そのロケをやっていた場所が当時のワープの社内でやってたんですよね。で当時のワープが僕は当時所属していた、レコード会社、ソニーのレコード会社ですけど、そこのレコード会社の、ワンフロア上にあったんですよ。で僕はその下にいて一個階段登ればワープがあるっていう状態だったので、まあ、仕事中というか、まあ、その事務所に僕が行った時にちょっと時間あったりすると上に上がってって、飯野さんみたいな、いるみたいな感じのやつは何度かありましたけれども、独特な会社でしたよね。24時間誰か絶対会社にいるっていうような、誰か寝てるっていうような、もう本当に会社っていうよりは何か、あの例えるとすると学校祭とか文化祭の準備を熱中してやって、その熱中してやってる感じがそのまま毎日続いてるような雰囲気の会社でした。ワープというのは、そのもちろん会社で、そこに行けば多くの人が働いてるんだけど、やっぱり圧倒的に飯野さんのワープだよね。そういう会社、ゲーム開発の会社はちょっとなかったと思うんですね。当時はですね、まあ、ゲーム会社、まあ、日本が世界に発信してた時期で、もうほとんど日本のゲームはそのまま輸出されて向こうで売れてた時期で、ゲームのスタジオというか、まあ、スタジオじゃない、会社ですよね、企業の中に入ってクリエイターがゲームを作ると、まあ、僕もその一人だったんですけど、たまたま僕はそこから、分社化されて、そこで経営者でもありクリエイターになった瞬間で、お手本となるような人がいなかったんですよ。でそこで飯野さんは、まあ、自分で起業してワープという会社を作ってたので、そこは結構参考にさせていただいたのと、やっぱり当時は型破りな感じでしたね。あの風雲児と言われてましたけど、会社というよりバンドの感じなんですね。飯野さんがこれだと思って、そのゲームクリエイターの時代っていうのを体現している会社だったし、ワープはそれで成功したかどうかは、まあちょっと評価はね、いろいろですから置いておいて、作品はいい作品作ったと思うけど、会社としてどうだったのか
という評価の監督としても、でも今のね小島さんの活躍とかを見てるとやっぱり間違いではなかったですよね。ディーンの食卓って俺そんなにさ最後までさやりきってさおおとかって考えたゲームってあんまないんだけど、うん、ディーンの食卓がさ俺初めて会った時にさ、うん、俺素直に褒めたのね、うん、よかったよって、うん、で俺一人でやったんじゃなくて人数いっぱいでやって、うん、で代わり番号にやったりとかしてさでみんなでさいやこれあれしたらどうなんじゃないとかってこう協力しながらさながら、うん、ゲームやってすごい面白いあこういうゲームのあり方もあんのかって思ってでその時にその僕自身もずっと考えてさその映画と例えばゲームの違いとかさ、うん、その要するに、うん、視点がさ一人称だったり三人称だったりとかさ全然違うんだよね、うん、当時も僕はセガにいたんでセガのメンバーと、まあ、いろんなゲームを試してプレイしてでそのまあ印象をまあみんなでこう話し合うっていうことをやってた時にその時にまあ D の食卓をプレイして結構その時になんていうかな衝撃的だったんだよね。やっぱりみんなその E の健二っていうゲームクリエイターを知るきっかけあと驚きを持って迎えるようになったっていうのは D の食卓だと思うんですけれども2時間セーブなしで最初から最後までイグかオアノットっていうようなあのゲームっていうところまあ割とスパルタであんまりユーザーフレンドリーじゃないシステムでしたけど、まあ、ただああいうちょっとねその不思議な生き残る内容のゲームというかそういうものっていうのはゲームをしているプレイヤーにスリリングなあの状況を与えたと思います。やっぱり D の食卓に尽きるんじゃないですかね。今となってみたらなんてことはないって言ったりしてるんですけど世界観なんですけどやっぱりそこに井野賢治っていう人がいて新しいなんていうのかなあの時代の新しい表現方法としてわっとこう話題になってしまうっていう魔力があってまあもともとは CD-ROM 作品でなんかマルチメディアグランプリかなんか取ったようないわゆる走りのゲームなんですけれどもなんか効果音というか音がすごい残ったんですよ。なんかこうなんかのこのちょっと間にこう触れた時にこうファーって言ってなんかあのシーンが変わるところがあってその時にこういう音のデザインをできるやつっていうのがいるんだ。であとゲームもほとんど彼がまあ自分で音楽を作ったっていうのを聞いてこれなんか今までになんかちょっといない新しい才能がこのなんていうかな、まあ、世界にもやってきたのかな。でゲーム自体も非常になんていうかな、まあ、前衛的っていうかねなんかすごくアバンギャルドな感じがしたんですよね。でこのなんか初めてなんていうかな作った人が気になるっていうかねゲームもまあ斬新で面白かったしなんかやっぱりネタバレにならないようにちゃんとこう物語性があるっていう作り方も面白かったですし時代の波に乗っている仕掛け方みたいなところやっぱりすごいなと思っていてテレビ見ても雑誌見てもD の食卓っていうゲームのタイトルも出てくるし井野賢治っていう男を作ったクリエイターとしてアーティストとしても出てくるしワープっていう会社もまたもうみんな名前知ってるぐらいなあのすごいドーンと言っててあゲーム業界でこういう生き方ってのあるんだなみたいに思ってましたね。まあ、ローラっていうあの女の子がいて、まあ、あのお屋敷の中をずっと巡っていくわけですけれどもイベントには西城秀樹を招いて傷だらけのローラを歌わせてしまうという全くゲームの世界観とはよく関係ないんですけどもイベント好きだからあの人は、うん、あのわっと人を集めてこうカリスマ性を出すみたいなところゲームショーなんですけど、覚えてるのはですね、
ゲームの展示じゃなくて花見みたいなコーナーがあって、でそこでカラオケを流してるだけだったんですよ。で僕も通りがかりで呼ばれて、あの壇上から飯野さんにマイクで呼ばれてそこで一曲歌いましたけど、ああいうちょっと普通では考えられないような、プロモーションの手法とかも、まあ、彼が最初に先駆けたではないかと思います。あの非常に面白かったですね、あの頃は。ゲーム業界に喧嘩売ってる男ってあんまりいないから、そう喧嘩売ってるのだけでもね、まあ単純だからその、うん、要はね、最終的にはゲームが好きか嫌いかでいいじゃないですか。そうですね、全くそうなんです。それでいいんだけど、うん、とりあえずゲーム業界に喧嘩売ってる男やから面白いなと思っていや僕ね、ゲーム業界ってすごく良くない業界なの。でそれに対してなんか誰も言うこと言えなくて文句ばっかり陰で言ってるやつがいてね、うん、で僕ら例えばその割となんていうかな、代表取締役連中とかが集まって、僕以外みんな偉いんだけども、うん、みんなお金持ちなんだけども、うん、そういう人が集まって、うん、その例えば今日はね、じゃあソニーさんを呼ぼうとかってことがあるんですよ、うん、で来るまではみんなねもうめっちゃ文句言ってるの、うん、あそこのあれがこうでこうでこうでこうだって、うん、来たら誰でも言わないんですよ、喋ってるの僕ずっと僕してる、うん、でみんなちょっとうなずいてソニーさんが見るとこってうなずきやめたりとかさそういうねもうとにかくね汚いんですよやつら。この男また人騒がせなものを作ってしまった。このソフトは事件になる。サブミッション用のロムを中身を変えてサブミッションしたとかいうエピソードはあの、まあ、ご本人のそのインタビュー中だったのでご本人の口から聞いてたまげた記憶があります。しかも自分で飛行機に乗って持っていく、でその OK もらってたロムと入れ替えて自分がもうそれをこう提出しに行ったっていうお話だったような気がするんですけど、なんていうのかな、トリックスターのようにね、いろいろなプラットフォーマーといろいろこうまさにこうロックミュージシャンのように話題作って新しい作品を出す、もしくは出さないみたいなことをこう渡り歩いていて、まあ、一番有名な話はゲームショーで一番でっかいあのスペースをドーンと取って、プレイステーションではやりませんみたいな、プレイステーションのロゴをサタンのロゴにモーフィングさせた事件というのがあったんですけれども、でこれは何をするのかというのは全く教えてもらえずに、まあ、何日の朝8時ぐらいだったと思うんですけど、そこにあの春美に来てくれと、そこではあの自分のブースを見てほしいと言われて、でそういうことが起こって、で見たと、でどうだったって言われて、ちょっとどうだったって言われてもなみたいな、でかいカンパニーにあの単身なんだろう立ち向かうというか、で当時はまだゲームっていう市場というか、そこは一人の天才がアイデアを持って作ればそういうジャイアントキリングができるあの時代だったんですよね。でそこに関して本当にのあのでかい組織対自分個人っていうところで、まあ、喧嘩を売るってわけじゃないですけども、その立ち向かっていっていたっていうところに関してはすごくなんか魅力的に映りましたし、まあ、あとはルックスね、あの人の長髪でこうポテッとした感じでっていうところもなんか独特なキュートさもあったりして、そういうところでは人を引きつけるものを持っていたと思います。
ワープに入ったタイミングっていうのがちょうど NME ゼロの立ち上げのタイミングで、まだロゴとかぐらいしか決まってなかったんじゃないかなと思うんですけど、あの E0 ってロゴぐらいしか決まってなくて、でそこから自分も含めて、まあ、CG を作り始めて、今でいうところのイメージボード的な CG を作って、じゃあこうでもないああでもないみたいな形でやってたんですけど、僕がそのワープにいた期間っていうのは1年半ぐらいしかなかったんですけど、スタートからマスターアップまで研究開発というかイメージボードを作ったりしてた期間も含めて1年半だったっていうのは、今振り返るとそのよく1年半でできたなっていうのはあるんですけど、まあ早すぎだよね。NME ゼロは本当に早すぎだなと当時は思って。それで、まあ、飯野さんが亡くなった後にそのワープのゲームを全部クリアするっていうことをやった時ですね。NME ゼロを改めてプレイして、で一人で朝から夜までゲームやってるから、あのだんだんおかしくなってくるんですね。でずっとライブ配信してるし、でその時にあの 見に来てくれた人が手分けをしてマップを書いてくれたり、あの操作をちょっと手伝ってもらったりとか、何人もの人たちとこうプレイ したらクリアできたんですよ。でその時盛り上がりましたね。だから、うん、まあ難しかったけど、NME ゼロは本当に難しいけど、あのゲームが。でも、あ、クリアできるんだって。絶対これできないだろうと思って、あの、投げちゃった。そしたらね、あの、こういう、こっち、ゲーム、プレイヤーがそういう形で進化すればあのクリアできるように作ってたんだなと、まあ、僕自身が作ってた作品、まあ、CG 作品がそこまで何でしょう、そのあまりこうゲームっぽくないものだったので、まあ少しこう表現としてリアリティがあるものっていうのを作ってたっていうのもあって、ゲームしたものに対してでそういうアートだったり表現をしたいっていう気持ちはそれほど高くなくて、でいくつかあるゲーム会社の中でここだったら自分がやるべき価値があるというか、自分のやりたいことが実現できるんじゃないかなっていう会社であったってことですかね。開発期間がそれほど長くないっていうところで、そんなにこう紆余曲折はなかったと思うんですけど、まあ、作り方としては飯野さんがシナリオを書いて、で時コンテってものが上がってきて、でそれに合わせて、僕らアニメーターが、映像を作っていくっていう、その CG パートを担当してたので、ゲームの本編の方、リアルタイム本編の方は、僕はほとんどタッチしてなかったんですけど、その CG ムービーの方の担当ではあったんですけどね。人一倍音楽には力を入れていて、で NME ゼロもどうしてもマイケル・ナイマンにやってほしいっていう話になって、でだけど、まあ、マイケル・ナイマンはきっと難しいって周りに反対されたんですけど、いやどうしてもマイケル・ナイマンがいいっていう風になって、で自分でちょっとお手紙かなんか直談判をして、そしたら実現したんですよ。で、その彼の気持ちをマイケル・ナイマンもすごくよく受け止めてくださったので、なんかすごい仲良くレコーディングとかもできたから、あれはすごい良かったって、やっぱりナイマンってうまいよとか言っていて、で、結果的に NME ゼロは
すごく ありがたいことに売れてくれたので、そのワーププレゼンツでマイケル・ナイマンのコンサートも東京ですることができたので、うん、なんかまあ思えば叶うんだなっていうか、もう絶対これでやりたいっていうのがあると必ずそれを実現させるっていう根性はあったと思います。飯野さんのところに行くと人が集まるっていう感じで、マイケル・ナイマンとかを使ってましたからゲームの音楽で、まあ、当時はちょっと衝撃、僕も衝撃だったんですけども、あと坂本雄二さん、まあ、テレビでシナリオライターをゲームのシナリオに起用したりとか、なんで、まあ、モンスターのデザインもそうですけども、ゲームとは違うところとコラボをするという、音楽、ビジュアル、シナリオ、それをもってしてプロモーションを展開すると。でしかも全然完成前から始めるんですよね。題材はいろいろなんですよ。むしろ、うん、エネミーゼロにしてもそうですし、作り方は突拍子もない作り方をするんですよね、うん、なんかそのあたかもね、ゲームプラットフォームをちょっと端から遊んでるような感じっていうかな、真っ向からゲーム作ってるっていうよりはちょっとこう業界を斜めから見下ろしてて、そのプラットフォームを別の利用法で遊ぼうとするっていうか、なんかそういう意味で彼の作品のユニークさっていうのは、そのちょっと離れる、わざと離れてちょっとらしからぬことをやるっていう、それを本気でやるっていう、でそれをファーストパーティーを乗せて本気でやるから脳裏にみんな印象が焼き付く。彼のだから作品もジャンルを多分既存のジャンルにはめるのはすごい難しいと思うんですよ。僕は例えばレズなんか、レズ作ってた時にやっぱりそのジレンマがすごいあって、これを既存のジャンルに当てはめると何になるのかみたいな、でもあんまりそういうふうに考えたくはないわけですよね。でもなんかお店の棚に並ぶ時にはどっかのコーナーに入んなきゃいけないっていう、なんかそれは理解しつつも、でも新しいものを作るってどういうことなんだろうとかね。僕と多分彼の共通項のまあ一つに、やっぱりその音とかね、音楽に対するその気持ちが強いっていうのはあると思うんですよね。だからまあ大体集まると今気になってる音楽っていうのをまあお互いに聴かせ合ったり聴き合ったり披露したりとか、あと今作ってるものでこんな感じなんだよねっていうのをまあ見せられる範囲で共にこうなんか見せ合うっていうことをやって、どう思うっていうのを聞いたりとか、なんかそういう意味ではなんだろうな、良き相談相手でもあったっていう感じなんですよね。で会話の中でやっぱりその音とか音楽に対してやっぱりすごくこうなんていうかな、まあ多かった気がする。普通のアクションゲームとか普通のパズルゲームみたいな、こういうオーソドックスなジャンルもあるんですけど、なんかそういうところをいろいろ彼なりに取り込んでどんどん復活していっていましたよね。でそのやっぱり新しいものじゃないと人ってこうおっと思ってくれないのがあるんで、その常に新しいものを探して人を喜ばせたいとか驚かせたいっていうマインドでずっと作っていたんだとは思いますよね。2時間セーブなしとか、と見えない敵とか、もう最後画面もなくなったみたいなゲームじゃないですか、あの人が作ってたものって。だからその既成事実、既成概念を、壊しつつ、でも愛されるゲームなはずだこれはっていうようなものをに関してはすごく触発された感じはしますけど、ね、だからそういう意味ではパンクだったんですよね。まあやってることは極端ですよね。その D の食卓はセーブがないとか、でその後の風のリグレットも本当に画面ないんだって、その途中のものを見せてもらったら本当に絵がなくて、と思って、でもそのままやっちゃったから。D の食卓以降 EZ とか D2 とかは結構日本のゲームではちょっとない感じですよね。そのまあマッキントッシュのゲームというか
日本人が後ろにいるような気配があんまりないというか、そこはすごく際立ってました。まあ、3DO っていうプラットフォームもそうだったんですけど、ほとんど海外のスタジオを作ってたのもあるんですけども、今までのその任天堂を経由してステップアップしてきたゲームの流れとはちょっと違う、アミガとかの系統から進化してきたような、そういう佇まいがある。これね、2人で海行ったんだよ。4時か5時ぐらいに。4時ぐらいか、4時5時になって、海行かないとか言い出して、でなんでっていうのも変で、って言ったら、行こう行こう海とか言われて、ここで海行かなかったらもう人電話することないなとか。どこまで行ったの？お台場行った。2人で朝焼け、かっこ悪い、かっこいいんだよ。水口ちゃん来なかったよね。なんとか僕の中じゃもうレベル2ぐらいしかない。伊豆ぐらい行っとこうよ。時間ないんだよ。その後仕事もあるしさ。その根性はなかった。どうやって行ったの？タクシーで？車持ってた。あ、車で行ったんだ。西伊豆カーでガーって行って。でも、その時でもさ、だからその時だよ、多分初めてちゃんと喋ったの。あ、そうですね。なんか男の友情感じる、すごい。初喋りで長く喋ったの。ちょっと喋った。うん。で、海、お台場、高速降りてお台場までは分かるんだけど、うん、皆さん海どっちよとか言っても知らないよ。あっち風とか。あっちじゃないとか言って。あ、海見えたって言って。でね、どっかの中で倉庫みたいなとこ入ってたんだよね。フェリーの埠頭みたいなところ。そう、入っちゃいけないんだ、どう考えても。門があってさ、誰もいないからさ、行け行け。行け行け、なんて入ってたんだよ。で、止めて、あの、埠頭のね、あの、コンクリーンとこにこう、二人座って。タンツランタンタン地球いいよねなんつってやっぱ地球大切だわなんつって、体力を海見ながら、怪しすぎる。そうそう、したらね、あの黄色いサイレンを回しながら車が来てね、ビーボーって、何やってんの君たち、いや別に何もしてませんね、早く帰れ、出てけすいませんって怒られて、紹介で帰ってきた。そうそう、かわいい。そうなんだ。怒られましたね。怒られたね。何かこう作ってて、すぐに僕に見せたいものとか、なんか話したいことがあるとするじゃないですか。それとも時間とか、もう土日とかも何も関係なく、本当朝の3時4時なこともあるし、土曜日日曜日のこともあるし、ちょっと今空いてないっつってすぐ電話かかってきて、どうしたのっつったら、ちょっと見せたいものがある、聞かせたいものがある、ちょっと触ってほしいものがあるとかっていうんで、なんか思いついたらすぐ行動で、何しろもすぐ電話してきて、で僕はちょうど時間があって一緒にそれで話せて、おいいじゃんとか、これなんかいまいちじゃんみたいなこと話すと、それはそれで満足してくれるんですけど、なんか彼が僕を求めてる時、西ちょっと空いてえなと思った時に、僕が時間がなかったりとかすると、なんかもうすぐへそ曲げるところがあって、本当になんかエネルギッシュなおっさんみたいなところの面と、そうじゃない面の表と裏っていうか、その対比が付き合ってて、すごい面白かったですけどね。飯食おうと とにかく言われて、でいいっすよって言うと、じゃあ明日の朝5時にみたいな。それでホテルのなんかおかゆとか食べるんですけど、それが辛かったな。なんで朝5時に。その時千葉に僕多分住んでて、千葉から恵比寿まで1時間半だから、始発ですよね。アラスカ旅行はもともとエネミーゼロで、SF っていう設定で、確か主人公がローラっていうキャラクター でそれでに引っ掛けて、まあ、オーロラを見に行こうみたいな企画だったんですけど、で結果としてはオーロラは見れなかったんですけど、そういうノリでどこかに行くっていうのは全然耐えられる方なんで、楽しかったですね。どっかの山が噴火したんですよ。北海道どこだか忘れちゃったけど噴火したんですね。でうわ噴火してるって僕ニュースで見てたら、電話かかってきて、西今から北海道どこだか忘れたけど北海道来いって言われて、何やってんのって言ったら、そこの場の写真送ってくれて、今目の前で火山噴火してるって言ってて、でこれを見ないのは一生の損っていうか、クリエイターとしてそういう自然のエネルギーのライブ感をね、感じられる、今この瞬間に来れば感じられるんだから、今からすぐ来いみたいなこと言われて、行けねえよんなもんっていう
でも彼なんかもそういうなんかもう多分仕事もあったろうしいろいろ用事もあったと思うんですけど、地球のエネルギーを間近で見られるみたいなことになるともう行かざるを得ないっていうか、あんまりいろんなこと考えないで行っちゃうんですよね。多分2002年かなか3年にサンフランシスコで GDC があった時だと思うんだけど、ゲーム開発者会議、2002年かな。でその年はエルニーニョがすごくて、もうずっとサンフランシスコは2月と3月がずっと雨と曇りが続いて全然その晴れなかった。でそれで GDC の会議終わっていいのと会って今週末どうしてんのみたいな例によって、でいやなんかあれだけど、まあちょっとどっか行ってみる、天気悪いけどっつって、でどっかないのって言われて、あじゃあさビッグサーっていうところがあるから、サンフランシスコは車で3時間ぐらい南に下ったところの海沿いの断崖絶壁のところにすっごい綺麗なところがあるからそこ行こうかっつって、でそれでビッグサーに向かって走り始めたんだよ。で普通3時間ぐらい着くんだけど、その日もうすっごい雨で、もうかなり視界が悪い状態、でこう走ってたらあのパシフィックコースト1ってやつで、あの海沿いにずっと行くやつあるじゃん、であれ走ってたらさ道路の真ん中にさ岩がこうなってたりとかするわけよ。すごいですね。これやばくねえかっつって、でしばらく走ったらこの木が倒れてたりとかして、これ本格的にまずいかもしれない。でめちゃくちゃ雨降ってんですよね。すごい雨が降ってきて、はい、でパトカーが止まってて、で止められて、どこ行くんだって言われて、いやビッグサーまで行こうと思ってると、分かった、じゃあ急いで行けって言われて、なんでですかって言ったら、この反対側はもう道路が崩れてサンフランシスコ戻れないから、こっちにしか行けないからで雨がひどくなってくるから急いで行けって言われて、マジかっつってうわーって運転するわけね、俺がね、向こう免許持ってないからさ、でそしたら横でさまた車の中でガンガン音楽かけながら、さすがやっぱりセガラリーを作った男だなとかって言い始めるわけもうお岩だ岩だとか木だ木だとかって言いながら、おさすがセガラリーとかって言ってさ、もう想像でふざけんなお前とか思いながらさ、こっちはさもうこんなだってこんななんて運転して結局6時間かかったんだよね、はい、ビッグサーまで普通3時間で行くやつが、で着きました。でその夜はそこ泊まりましたと、そのコテージみたいなところに。でそしたら次の日の朝、一泊で戻ろうと思ったら、道路がない、こっち側も道路がない、だから南にも北にも行けず、どこにも行けないで孤立しちゃったんだよその集落が、つまり俺らはそこからもう抜け出せなくなってしまったわけ、全部崖崩れで、そんでホテルの人が1週間分の食料はありますと、でじゃあ1週間分、まあ1週間何にもすることないけど、まあここで滞在してなんとか、まあなんとかするしかないねっつって、でも結局何日経ってもそんな簡単に復旧しないじゃん、でそうこうしてるうちに電話も通じないわけよね。他にもお客さんいっぱいいるんですよね。いるいる、だみんなで助け合ってこうなんか今日の食べ物はこれですとかってやりながら、で寒かったんだけど2月3月でなんか犬さん喜んでそうですよね、ニコニコ、いやガーガー言ってたね笑いながらさ、いいとこだよねとかって言いながらすごいこと起きたねみたいな、そうで暖炉とか薪はあるからそれで暖を取って、で結構大変だったのね、でさすがに5日6日経ってさすがに日本でも心配し始めて、でとあのホテルの電話を借りて電話したりとかして、ちょっとまあこういうことだから遅れそうだけど、いやでも帰ってこないとまずいだろうって2人ともガンガン怒られて会社のメンバーに、そろそろやっぱ出ようぜ、でもどうやって出るみたいな、でそしたらヘリコプターを呼べばいいんじゃないかって話になって、でヘリコプターのチャーターを聞いたら2000ドル、しかも現金じゃないとダメだって言われてさ、で2000ドルの現金なんか持ってるわけないじゃん。そうですね。で俺いやもうカードはあるけど現金がねえよって言ったら、じゃじゃーんとか言ったあいつが、財布パッて開けたら50万ぐらい入ってるの現金で
なんでそんな持ってんのって言ったら、いやね、こういうことがあると思って嘘つけお前みたいな嘘つけみたいな5000ドルぐらい持ってて、でそれで呼べたんだよ、ヘリコプター。そんでヘリコプターでそっからレンタカーを放置して、レンタカーの会社に電話して、もうこういうわけだから置いて、僕らはヘリコプターで脱出しますっつってさ、分かりましたっつって、もうそのまま車を置いてヘリでサンフランシスコの国際空港まで移動して、で国際便乗り換えて東京に戻ってきたっていう。あ、すごいですねそれ。あいつだからね、ずっと役に立たないわけ運転すんのも俺だし、向こうで何もやることないし、でも最後の最後にすっげえ役に立つんだよなんかね、俺こう一生忘れないと思うんだよね、この話。ワイルドカード持ってる感じですよね。もうね、あいつと一緒にいるとなんかね、風雲児みたいなところがあって、はい、なんかとんでもないことが起こるんだよ、よく、でそのとんでもないことの度が激しくて、そんなことって一生のうちにさ、あるかないかじゃない、でも俺もう何個かあんのね、そういう話が、あいつと一緒にいて二人きりの時にそういうことが起こるみたいなさ、もうほんとね、あいつと旅をするとね、もう構えるね。まあ夫らしいし、それが彼だから、そういう夫がすごく好きだし、まあでも家族だとしんどいですよねしんどい時もあるのでまあでもそういうこうびっくりマーク、びっくりを届けたいっていつも言ってたので、まあそういう人だったなっていうのは思います。だから私の中で最後に届けられたびっくりはもう彼が亡くなってしまったことなので、もう最後までもうびっくりばっかりだなっていうのはありますし、結構亡くなってからもちょっとあって、これパパのなんかパパからのメッセージなのかなっていうびっくりは未だに続いているので、まあ常にそのびっくりマークを届けたいっていう人なんだと思います。ここでちょっとハガキを紹介したいと思います。質問、飯野さんに、西さんも答えてください。パーフェクトラブについて長野県の渡辺さんです。毎日のように開発して D2 が素晴らしいクオリティになっていることだろうと思いますそれどっちだってプラスなのかマイナスなのか今ダメージの量が多かったぞ今何終わったんですよ。納得のいくまで D2 を作り上げてください。分かってるわ。11月18日を楽しみに待っていますこれワープのやつじゃないの送ってんの早くプレイしたいですそうか、どうですか。何ですか。 D2 は落としどころですね。あどこに着陸するか。すげえ。でも僕この前ちょっとワープ夜遊び行ってましたったんですよ。肝を見てるんですよ、動いてましたよ。肝を見たんですか。動いてた動いてた。どうでした。動いてた。なんかこう待ってる D2 のファンにちょっとこう本当ね、匂わすような。あれですよ、僕見たのパラレルでこうバラバラ作ってるところバラバラ全部見せてもらって、やっぱり絵のクオリティとかめちゃめちゃ高くって、いい感じなんですよ。でね、あとどこでどう言っていいのかな、なんかちょっと映像の編集とかそれねやってんのも、それ肝、肝なんだ、見せてもらって、それは発売まで僕言いません。あ、そう、なんかねちょっとうるうるきましたね、あるワンシーンが。うん、いいじゃん犬さん。 D2 は順調なんですね。じゃあ
仲良くなる前に出てたタイトルが何本かあるんですけど、仲良くなってから出た、作ってる途中頭から知ってるっていうのは D2、 D の食卓2で、まあ、初めにどうだっていうビジョンとかも聞いていたし、でどうでかくこう話題性を持ってなんかこう世の中的な注目をどんどん集まってきてるっていうところも割と近くで見ていて、何かできるとちょっと見てよとか感想聞かせてよって言われて、その場で話してみたりとかレポート書いたりとかして送ったりして、で僕が言ったことをもう全然ガン無視して何にも聞かない時もあれば、ちょっと僕が言ったことを少し気にかけてくれて、なんか僕の言ったことを少しエッセンスとして入れてくれたりとかみたいなこともあったんですね。ボス戦っていうのがありまして、 D2 やったとかな、最初の敵、飛行機が墜落して、アテンダントの人が、チキンはビーフって来るんですよ。もうこれは猛烈にびっくりしました。超日常のものが向こうから迫ってくるというか、あのボス敵が好きなと、これはちょっとネタバレな、最後の敵が、まあ、地球の形をしているというか、ああいうのも含めてすごいシュールで、ああいうことを大きな企業内が多分無理なんですよね、そのプレゼンテーションするにも。ただ彼はインディーズ出身で、それも世界に向けて、ああいうことができたというか、なのでそこはやっぱり嫉妬するというか、ある種そういうところありました。で割と大きくこうちょっと何回かは軌道修正してるタイトルだと思うんで、最初のビジョンの通りにできてるってことじゃないと思うんで、そういう時のまあ大変、もちろん楽しそうにはやってましたけど、大変だなっていうふうには見えてましたね。で本当に大変になると連絡取れなくなっちゃうタイプなんで、一番大変で苦しんでるところまでは共有して見えてないんですけど、なんか調子いい時はよく連絡くれるし、なんかミディアムテンションぐらいの時にも連絡くれるけど、ちょっといろいろなことがあってテンション落ちるともう一人で多分引きこもってこもっちゃって、こうどうすっかなみたいな、もうそれはもう自分で結論出すしかないですからね、人が何か言うことじゃないんで、そういうのをいろいろ見てましたね。 D の食卓は D の食卓2を作ってる時は辛そうでしたね。何にも思いつかないって言ったからね。で言わないでねってすぐ口止めされて、これは初めて言ったから。では D2 っていうのはやっぱりすごくイノさんへの注目が、世間の注目がマックスまで行ってた頃で、で有楽町の国際会議場で発表会をやるっていう、まあ、力の入り方で1万人だよね、1万本しか売れないソフトもあるのにね、なんつって、あ、ごめんなさい、そういうことは今年は言わないように、今年は控えようと。その時はめちゃめちゃプレッシャーだったなだろうなと。でそうやって発表会では一応一面の導入から一面まで発表してるんだけど、その後何も思いつかないって言ったからね。で辛そうだったですね。今回はセガの新しいハードだ、宣伝はどうやっていつからやればいいのか、そのパブリッシャーがやる宣伝とは別の、いわゆるなんていうのティザーっていうか、どれぐらい前からこの新作の話はちらつかせた方がいいのかなって言ったら、彼はこう答えですね。早ければ早い方がいいんだと。ただし発売まで途切らしてはいけない。飯野君自身が D の食卓2で同じことをやって、それでだいぶ自分の首を絞めていたっていうのを目の当たりにしたことがあって、彼も途切れることなくその雑誌で新しい要素をちょっとずつ喋るんだけど、開発が追いついてないから喋ることがないから、また新しい何かを喋っちゃうんです。まだ用意してない何かで、開発チームが慌ててそれをなんか入れると、泥沼にはまっていくかのようなのをずっと横で見てて、まあすごい印象的でしたね、D2 がやっぱり一番難産というか
本当に発売までに時間がかかって、結局最初にやろうとしていたのから何回変わったのかな。オープニングって見せられたの何かのゲームショーかなで見たら、その次の年にまた全然違うのになってたんです。あれって去年の終わった、あ変わったっていうぐらい。でもやっぱりその時はもうどんどん追い詰められて、その分年月が経てば当然のことながら経費もねどんどんかかってるわけだから、だからなんかで喧嘩になってなった時に、もう本当にお前といたら物が作れないってギャーって怒られて出て行ったこともありますし、なんかこうクリエイターからお前といて物が作れないって言われたらもう致命的だなと思って、うん、年齢的なこととか体調的なこととかその環境的なこととかいろいろな要因あると思うんですけど、その D の食卓作ってた時みたいにもうメディアのに出てって注目浴びて話題騒然なものを作り続けるっていうことには疲れちゃったのか飽きちゃったのか分かんないですけど、ちょっともうそういうことじゃないことをやりたいっていうことは本人も言ってたし、裏方回ってクリエイティブやるんだってこと言ってて、ゲームじゃないものもいろいろリリースっていうかサービスを立ち上げたりとかいろいろやってるんだんですよね。でなんかそういうことの方が面白くなってたんだと思いますね。でどうせまたいつか作りたい、あの注目浴びるように話題騒然にまた元のところにはいつかは戻るんだろうなっていうのは僕は見てたんですけど、そうですね、スーパーワープからフィト、フロムイエロー・トゥ・オレンジになったぐらいからちょっとしばらく裏方やりたいんだって言って 裏方仕事みたいなことを楽しんでやってましたね。そこのクリエイティブを別に自分の名前で自分が出てくるっていう仕事じゃなくて、いろいろなアイデアを形にするところとかは彼がいろいろやってるんですけど、別にそれは飯野賢治の作品とか飯野賢治のゲームっていうことじゃない仕事の方になんかスライドしてましたよね。フロムイエロートゥオレンジを初めて最初のお仕事が日本コカ・コーラさんとそれからドコモさんとそれから伊藤忠商事さんが日本で新しく携帯電話で買える自販機を作りたいと。で携帯電話で買えるコーラの自動販売機っていうだけだと面白くないんで、何か面白いことやりたいんですけど何か考えられますかっていう問いかけをフロムイエロー・トゥ・オレンジを立ち上げたばっかりの僕らにくださって、まあいいのがその、呼びかけをもらったんですけど、その仕事がまあ言ってみれば僕らの一番最初の門出の仕事になって、飯野さんもそこまでこういろいろ自分の中でこう貯めてきたものも思いっきりアウトプットしたようなそんなプロジェクトになったんだと思うんですよね。でその時のまあ飯野さんのこうブレイクの仕方というかアイデアがもうこう泉のように出てくるっていうシーンもあれば、その時もやっぱり苦しんでるシーンもあったんですけど、自動販売機 あのデザインからブランディングからもう一人で、そのエリアを担当してましたね。地方にある旅館を、復活させるかなんかそういう、企画があって、クリエイターを募集していたっていうのがあって、でそれにこう飯野さんが匿名で、応募して自分の企画を提出して、そしたら見事こうその企画が選ばれて実現されたっていう話を聞いて、でやっぱりその自分の名前をこういろいろやられてた飯野さんなのに自分の名前をこう伏せて企画を出して、でそのもう本当に誰でもない人として出したのにやっぱりそれがこう選ばれたっていうことはやっぱすごい衝撃的で、いや本当のクリエイターなんだろうなっていうのはすごく思いました。ゲームクリエイターっていう形ではなくて、もう生粋のクリエイター、もうゼロイチで何かを生み出す人っていう印象がすごく強くて、
ゲームにこだわってはいないなっていうふうに僕は思っていて、常にやっぱり飯野さんが好きだったのは新しいメディアとかデバイスとかものが出現するときに誰よりも早くその波に乗って、それこそトリックを決めるようなそんなアクションを取る人だったと思うんですよね。なのでそのフロムイエロー・トゥ・オレンジを始めてからの12年間ぐらいの間、きっとゲームを作ろうっていうふうに思ったことはきっとなくてですね、人を楽しませるものをどんなメディアとかどんな媒体とかそういったデバイスとかを使ってやれるだろうってことを考え続けてたんじゃないかなって思います。でたまたまその中で Wii という新しい任天堂さんのプラットフォームが出てくるときに、新しいプラットフォームでゲームを作りたいというよりかはやっぱりあのリモコンに衝撃を受けてたみたいで、あのリモコンを使ってなんか面白いことをやりたいっていう発想が大きくて、で生み出したのが君と僕と立体って作品なんですけど、まだ世の中に実物が発表されてないうちからネットの宮本さんが手に持ってる映像とかいろんなものを見ながらサイズ感を真似て Wii リモコンを粘土でもう作って、なんか手で握ってなんか振り回したり投げたりいろんなこと、その Wii リモコンでなんか人が考えつかないようなことを やれないかなっていうのをこうきっと考えてたんだと思うんですけど、粘土で作った Wii リモコンをいじくり回してたような光景をよく見ましたね。 Wii リモコンを使ってもう2人でしかできないゲームを作ろうと、必ず人と人がコミュニケーションを生み出すようなゲームを作ろうと、ちょうどねもう一回だから今までとはワープとは違うやり方の飯野賢治の新しいゲームを作ろうって温めてた時期だったから、で君と僕と立体ってすごくいいゲームじゃないですか、こんないいゲーム作れるじゃんっていう驚きましたけど、ああいう作品を連発する飯野さん見たかったですね。最後はもうかわいそうなぐらい悩んでました。で本当に最後の最後、あのイルカの学校っていう、これからはライブが一番価値があるって言っていて、そのやっぱりこれだけ便利な世の中になってるけれども、こうライブっていうことが一番、逆にだからこそライブの価値が上がるっていうのは力説していて、で学校とか教育とかそっちをやっていきたいっていう話になって、でそのまあイルカの学校っていうのをやろう、ね、結局それをやってみてどうだったかっていうのはなくなってしまったから結果は分からないんですけれど、なんかそれでまたこう次の何かの肩書きみたいなのが彼にはできてたんじゃないかなって思います。それは実現したかったですよね。ただやっぱり飯野さんなしには実現するのは難しかったので、僕が手伝ったのはそのイルカの学校のこう校舎となるところ、そこでの何回かの講座を手伝ったりしてたけど、まあ今も僕はその大学でゲームを作りたいと思っている人たちにこういうふうにやったらゲームが作れるかもしれないという可能性をね示唆するっていうことをやってるけど、やっぱり飯野さんが教育をやりたいって言ったことはなんかね僕も結果的に同じような道をたどっていることを考えるとやっぱりシンパシーがあるんですよね。だから昔みたいに俺がって言って前に出まくってた
時とは違うその別のキャラクターの飯野さんにすごく魅力があったと思うんだけど、もし そうか、もう絵描くんだ。4歳でますね。4歳ですね。いいな、早く描いてほしいでしょ、イオンくんが。絵描かないんだよね。描くんだけど。うちも全然描かなかったんですけど、いきなりハマり出して、字とか絵とか描けるのか嬉しいのか分かんないですけど。へー。いいね。いいな、パパ2人って感じ。パパ談義。パパ談義。パパ全然会えてないよ、俺。え？パパ全然会えてないからね、最近。そうなんだ。ちょっと本当心配だよ。殴られるんじゃないですか。ある日。ある日。近く手を洗って。誰がなんて作ってんな。あのゲームなんかやってんだよ。現実を見ろ。怖い。俺を見ろ。怖いよ。そうだよね。でもね、本当心配になるよ、あんま会わないと。そうですよね。いや、ちょこちょこ帰ってんだけど、子供って長い時間寝るじゃない。でしかも帰った時間寝てること多いから、うん、帰っても2回に1回ぐらいしか会えないんだよね。だからなんかますます印象だって。でもさ、そっちだってそうじゃん。そうなんですけどね。でもなんとかなった？最近は大丈夫ですね。あ、じゃあなんとかなるんだ。はい、よかった。なんかそんな冷たいもんじゃないよね。親子だもんね。お父さんのやってることっていうのが分かったら結構上がるんじゃないですか、株が。あるかな、上がるかな。基本的には家に持ち込まない。だからもう本当にちょっとやらなくてよくってっていう時にしか帰らないスタンスを取ってたので、だから帰ってこなかったです、全然家に。普通のこう生活のリズムとかもしてなくて、朝帰ってちょっと寝てくるわって言って朝までやって仕事をして、で家に寝に帰って着替えてお風呂入ってまた会社に戻ってきてしばらく会社にいたりとか、こう生活のリズムとかそういうものも全然こうない人で、なんか自分のリズムをすごくやっぱ大事にして、自分が気持ちが乗ってるか乗ってないかとかもうそういうことをこう本能的に思うがまま生きてるような人だったんで、はたから見てると健康的ではないですよね。一回本当に一回なんかちょっと倒れちゃったかなんかで、その後電話があって一緒に食事行ったらまた前と同じように飲んでるし食べてるから、まあ、いい加減本当ちょっと食べんの少し節制するとかしないと危ない、やばいと思うよっていう風に真面目気味にちゃんと説教じゃないですけどアドバイスしたんですよね。じゃあその時も俺の名前なんていうか知ってるかって彼飯野さんが言ってて、で飯野さんって言ったら、いいっていう漢字は飯って書くんだって言ってて、だからもうその名前がもう飯に関係する名前なんだから俺は食い続けるみたいなわけわかんない理屈言ってて、そんなことしたら倒れちゃうよとかもう下手したら死んじゃうよみたいな何度も言ってもいいんだよって、何言ってんのって、一日は休み取ったらとか半日だけでも 2,3 時間だけでも仮眠取ったらっていうのももう全く聞かず、もう着替えたらすぐ行くって言って本当にシャワーして着替えたらすぐ行くっていうことも多かったし、あらゆることがすごい過剰だったなと思うんですよね。だからクリエーションのために人生を捧げたのかな、それはちょっと疑問、どうしてもそういうことがしたかったんじゃない思うんですけど、物作るために、命を削るというよりはそれが物でも何でもいいんですけど、責任感もある方なんですけど、その何かご自分がこれが大事って思うものについて真剣なんですよ。ですっごく真剣で夢中になってやった結果
命が削られるっていう順番だと思うんですね。だからなんか僕の中であんま過去形じゃないんだよな、人間でしたとか人間だったなっていうよりもなんか人間なんだよねっていう、そう、まあちょっとだから、もうちょっと健康に気使えばよかったのにさっていう、そういう話は多分だから説教するかもね僕はね、なんか散々言ったじゃんみたいな、もうちょっと体大事にしようよっていう、でもすごいなんかわかるんですよね、なんかやっぱりその気持ちとか体がなんかこう常にね、やっぱりたまにこうなんかちょっとバラバラになっちゃう時とかやっぱみんなあると思うしね、まあ多分そういう時に多分なんか言ったじゃんっつってもなんかなんだよな、ごめんごめんごめんっつって言いそう。今生きてたら今飯野さんがやってることをやってればなんか多分みんなすぐに納得すると思うし、なんか今だったら当たり前のようなことを結構やってたのかもしれないですけど、当時はちょっと早すぎたのかもしれないですよね。なんか飯野さんがやっぱり本当にまさに誰もまだ切り開いてない道をどんどん切り開いてたと思うし、そこにやっぱりだから時代が追いついてなかったのかもしれないですよね。ものすごく現代の2022年とか今っぽいような人なのかなと思うんで、僕はなんか面白いなと思っていたけど、やっぱり僕自身も追いついてなかったかもしれないから、ちょっと早すぎたのかもしれないですね、やってることとかは。もしかしたらその今ね考えてる新しいことはそれ何の役に立つのっていうので僕らは理解できないことをに着手してるかもしれないですね。で後に僕ら分かるみたいな。まあ、飯野さん亡くなって10年ですけど、考えてみたら結構彼が通ってきたことを、僕も同じ道を行ってるのかなとは大宮さんの意識したことはなかったんですけども、彼がブログをやってた時期に僕もブログをやり始めてましたし、なんでそういう意味ではまあ今、ね、飯野さんいたらそういう話はできたのかなと思いましたね。ゲームクリエイターは、まあ、もちろん飯野健二以前もいたんだけど、顔と名前と姿を出して、この俺がゲームクリエイターだというふうにね宣言した初めての人材ですよね。だから僕は今それをね、20代半ばでそういうロールを演じようということにかけた飯野さんのことをね、すごく愛おしく思いますね。偉い。また一緒になんかゲーム作れたらなっていうふうには思ってたんですよね、どこかで。で、僕自身もそのゲームのディレクターっていうところにそんな強くこだわりがあるわけではないので。なので例えば一アニメーターとか一ゲームデザイナーとして何かこう一緒にまた何かやるのも、まあ、バンドじゃないですけど再結成するっていうのもまあ面白そうだなみたいなふうに思ってたん でそれがまあできなくなったっていうのはまあちょっと寂しいですよね。みんなが常識的に思ってたこととか当たり前に思ったことを壊しちゃうっていう、でそのなんていうかな、こう行動とか作品作りを多分多くの人が見てたと思うんだよね。それは同業者もそうだし、クリエイティブやってる人もそうだし、お客さんもそうだし、でその時になんかみんなの中にスイッチを、新しいスイッチをどん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 入れてったと思うんですよ当時の。でその新しいスイッチを入れられた人たちが、まあ、10年経って、まあ、覚えてる人たちとか残ってる人たちは多分また新しいクリエーションしたりとかしてると思うんですよね。で新しい生活をしたりとか、ものの見方がだからなんていうかな、そういう意味では多くの人の中にこう埋め込まれた感じがするんですよね。僕はなんかそれすごいなんていうかな、すごいエネルギーだと思うし、すごいことだと思うね。まあ
僕はそれが彼のなんていうかな、やっぱりレガシーの大きいことだと思いますね。自分で行動を起こしたら絶対にできる、きっとうまくいくっていうのはいつも彼の座右の銘というかだったんですけど、なんか夫が亡くなってからはそうだ、きっとうまくいくって思えるようになって、まあもう本当にドーンと大黒柱がいなくなってしまって、まあもうそのおどおどとくよくよと悩んでる場合でもなくなったので、何でも、もうやっていけばうまくいくで、ちょっともう、まあ、度胸がついたというか、なんかこう願えば叶う、なせばなるみたいになるんだなっていうのを教えてくれたと思います。